随流は、海上自衛隊の潜水艦。操流型潜水艦の5番艦。艦名、随流は、美しくみずみずしい流を意味する、随流に由来する。随流は、中期防衛力整備計画に基づく平成20年度計画2900トン型潜水艦8 1 2 5号艦として、三菱重工神戸造船所で2009年3月16日に、寄港され、 2011年10月20日に命名、浸水。2012年8月2日に、行使開始2013年3月6日に収益し、第2潜水隊軍第4潜水隊に編入され、横須賀に配備された。同年4月23日に環境に付された、看板号50、505が除去され、完熟訓練、本格任務となる。搭載する武器などを含め建造費は、 約510億円である。2017年7月1日から10月3日までの間、米国派遣訓練に参加し、グアム及びハワイ諸島方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施した。2018年9月30日、日本テレビ系テレビ番組ザ・鉄腕・ダッシュで、本館が、城島茂、長瀬智也に、 海軍カレーを提供した。2019年9月12日から12月18日までの間、米国派遣訓練に参加し、ハワイ諸島方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施する。定傾向は、横須賀である。AB 海上自衛隊公式サイト、活動内容、命名、浸水式、新型潜水艦、随流本格任務へ、看板号消去。 社会。読売オンライン。オリジナルの2013年4月25日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20130425191520/.http:// www. 読売 COJP ナショナルニュース。 2013万4 2 4ト1 t 0 0 8 7 2 h t m ハット最新衛潜水艦を横須賀に初配備海上自衛隊福島民放オリジナルの2013年4月26日4時3分時点におけるアーカイブ https://megalodon.jp:/2013-0426-0403-15-www.minpo.jp://globalnews//detail//2013040201002076 <タ>平成29年度第1回、米国派遣訓練について、俺たちのダッシュカレー会場自衛隊カレー、 日本テレビ。https コロンスラッシュスラッシュ www.ntv.co.jp スラッシュスラッシュアーティクルズスラッシュ 65LJ5TAPHI8KE2ZIIZ.html に零一八年十月二十三日閲覧。令和元年度第一回米国派遣訓練について、先行中に充電。最新潜水艦、随流。 ありがとうございます。